おみくじだね。おかしい。おかしい。何これ。違う。逃れた。やってるじゃん。違う。あれ。え。文法的には合ってるけど、こんなこと言う。でこういう出し方あかんでっていう話だったから。なんで関西弁。네저번영상에서도제가한번그공지를공지라기보단약간말씀을드렸었는데일본어회화강의를이제런칭을했잖아요그래서이제2월10일부터제강의가시작을하는데근데마침저번주에또수능이있었잖아요이제강사비슷한그런게될건데이제뭐실력체크겸한번장난삼아가지고문제를풀어보려고합니다와내가수능진짜너무오래돼가지고근데그제영상에도몇번나왔던일본인친구가내가이제이거풀어본다고하니까자기도풀어보고싶다그래가지고 같이한번풀어볼게요다음은난이제나10시半じゃあやろっかおいちゃやろっか10番はいはい、チケット、ホームステイ、バスケットボール、CD、5番。おやさんは仕事が近い、丸い、親しい、優しい、細かい、細かいから嬉しい。仕事は細かい、ちょっとネガティブな意味もあるんじゃない？なんか細かいな、こいつみたいな。そういうのない？一応答えはそうだけど、10% ぐらいなんか確かに入ってる気もするけど、仕事ができるからとか。ああ、そうだね。一応先生だからね、私。はい。テラー神社に行くとやります。1回100円、200円、おみくじだね。うん。ちなみに5番は ?5 番は、合格って書いてるから、合格、なんとかでしょう。合格なんとかね。だるまなのかな、これ。ああ、正解、そうそう、正解。9時は早いから水曜日にしましょうか。しましょうか。しようかな。細かいな、本当。水曜日と金曜日もダメ。じゃあ月か木じゃん。あれ？え？でも火曜日って早いから受けたくないって言ってるやん。ダメではないでしょ。日本人ではっきり言わないじゃん。さやは多分遠回しで日本人だからそんなことあるかスマホばっかり見ていないで掃除してねじゃあ A としないと B とするってはないねしたんだよねはいはい分かったよ A と B だけどなんかニュアンスをちょっと部屋の掃除したんだよねあなたっていうふうに言うこともあるんじゃない？そうだよね。でも多分これもあの後ろにクエスチョンマークがついてると使えるね。うん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 。あ！それ家あんでよ。ルアイマジンゴセ。火をつけたままどっかに行かないで。なんでどこかに行かないよ。さっきからどっかっていう。細かいなマジで。29番これは何ですか？そうそう四角の中に入る文字の組み合わせで作れる漢字はっていうこと。はい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 。おかしいなと思った時、あおかしい、おかしい、何これ？あおかしいなと思った時は声を出して、これだね鼻だね鼻。ああなるほどね順番逆でもいいのね。逆でも一応は作れるっちゃ作れるから。ああなるほどね。あなたにそこにいられては通れないよ。文法的には合ってるけど、こんなこと言う？どいてって言わない？おい、邪魔だからどいて。気悪い。子供と遊ぶのは楽しくはするが、疲れる。これは違うな。その問題は私たちで調べてみようと思います。あ、これ普通いけるじゃん。ちょっと A が怪しいけど、C だけはないから、あの、じゃあ、A のどこが怪しいの？いや、あの、文法的には合ってるけど、こんなとこ言わないじゃん、あんまり。ちょっと、
あなたね、そこにいられては通れないよ。え、シャって聞こえたけど今。そうね、じゃあこれ火曜日ね。じゃあマイナス1。満点50点満点だね。私49点でした。はい。ちょっと中間後半ぐらいの。一番利益でしょ。逃れたでしょ。で、これは根拠だね。これ簡単。多分2番違うと思うんだよね。違う。逃れたやってるじゃん。違う。ちょっと私もよく分からなかった。あれ？免れたなのかな？ああ、免れたじゃない。逃れただ。でしょ？はあ。ああいうせこいことは、42。やめようと思う。やめた方がやめてほしいのだ。やめられるものではない。これ2番だね。そうなんだ。そこまでは思ったことないけど、あのこう広告主とか企業側としては見させるっていうことでしょ。視聴者が身を乗り出させられる。じゃあだって極端に言えば暴力みたいなものであってっていうことは、結局主語というか、それその行為をやってるのはテレビ局側の話を今言ってるじゃない。違う。だからテレビ局が身を乗り出させてるんだよ。だからお前らテレビ局ってこういう出し方あかんでっていう話だったから。なんで関西弁やろ。俺は多分2番だと思う。俺は正解確認してみます、ね、5回見てみよう。正解、うん、1番だって。国語だけはものすごい自信があるんだけど。1등급은 나왔습니다. 아니 왜 1점짜리 문제가 제일 어려워? 1점짜리 문제가 제일 어려운데? 수능 강사 아니라 회화 강사니까요. 괜찮겠죠? 아무튼 이번 올해 수능 보신 수험생분들 수고하셨고요. 댓글에 제 강의 링크를 걸어놓을 테니까 일본어 회화를 배우고 싶은 분들은 신청을 해주시면 감사하겠습니다. 2월 10일부터 클래스를 오픈하니까요. 네, 지금 열심히 강의를